マインスイーパーのゲーム画面。リナックス上などで動作する KDE 用のプログラムクミン図を示した。くぼんだように表示されたマス目は地雷がなかったことを表し、数字は隣接するマス目にいくつ地雷が隠されているかを表すヒントとなっている。マインスイーパーは1980年代に発明された一人用のコンピュータゲームである。ゲームの目的は地雷腹から地雷を取り除くことである。 ゲーム画面は正方形のマスが敷き詰められた長方形のフィールドから構成されている。それぞれのマスは開けることができるが、地雷の置かれているマスを開けると負けとなる。地雷の置かれていないマスを開けたときは、隣接する8マスのいずれかに地雷がある場合はその個数が表示され、隣接するマスに地雷が置かれていないときは、それらが自動的に開けられる。地雷の置かれていないマスをすべて開ければ、 勝ちとなる。プレイヤーは、地雷が置かれていると思われるマスに旗を立てることが、できる。これは盤面を、簡略化し、他の地雷の位置の推測を容易にしたり、また一部の実装では、表示された個数と同じだけの旗を立てたマスで、中ボタンをクリックすると、隣接する、開けられていないマスを一気に開けることができる。この時開けられたマスに地雷が置かれていれば、ゲーム終了となる。 また一部の実装ではプレイヤーが地雷にマークした後、右ボタンを謳歌したまま移動することを許している。これによってプレイヤーは短い時間で大きな区域を開けるためにマウスの右ボタンをドラッグしながらいくつかの数字のマスを左クリックすることができる。基本的な実装では最初にクリックしたマスに地雷が配置されないようにして、プレイヤーが不利にならないようにしている。 また、一部の実装では、論理的な推論が全く成り立たず、運任せになってしまうような地雷配列パターンを避けるように設計されている。このゲームの3次元バージョンもあり、マインスイーパー 3D と呼ばれている。また別のレイアウトを持った2次元のマインスイーパーもある。例えば X11 の x バムは三角形、または六角形のマスを持ち、 Windows のプロフェッショナルマインスイーパーはこれらや、その他たくさんの種類のレイアウトを持っている。理屈では、各マスを接点とし、マスの隣接を変とした、何らかのネットワーク構造的な対象であれば、このゲームを考えることが可能である。すでに1985年には、リレントレスロジックと呼ばれていたゲームが、コンウェイ、ホング、スミスによって MS、MS d o s で開発されていたが、 あまり知られていない。ロジェックでは、プレイヤーはアメリカ海兵隊員となり、米軍司令部に重要なメッセージを届ける。ロジェックとマインスイーパーはコンセプトが似通っているが、多くの相違点がある。以下は、ロジェックの特徴である。地雷腹を通り抜けるゲームのため、時にクリア不可能になることがあった。すなわち、すべての通り道が地雷で止められていたのである。 ロジェックとドナーのマインスイーパーとの間の関連は不明である。ロジェックが先に出たことは否定できないが、コンセプトが単純なため、両者が偶然似通った可能性も十分に考えられる。マインスイーパーが広く知られ続けているのに対して、ロジェックは事実上無名になっている。ロジェックはさらに古いゲームであることが明らかになっている。 1981年頃のテクトラーニックス4051に搭載されていたものがあったが、ゲームズテープに収録されている。古い版は1973年まで遡ることができる。このテープにはマインスイーパーの3次元バージョンが含まれている。このゲームの作者デイビッド・アールは、コンピュータゲームの歴史の中で重要な人物である。マイクロソフト・ウィンドウズ用マインスイーパーは、 オベロンゲームズが開発し、1990年、Windows 3.0用の拡張パックマイクロソフトエンターテイメントパックのコンポーネントとして、マイクロソフトゲームスタジオより発売された。1992年の Windows 3.1からは OS に標準で付属するようになった。2014年には、ローグライクゲーム風のアドベンチャーモードなどを追加した。 マイクロソフトマインスイーパーが Windows 8.1以降を向けストアアプリとしてダウンロードを供給されている。マインスイーパーの版面の難易度はしばしば 3BV の値によって判定される。マイクロソフト Windows のものでは3つのサイズがある。新しいバージョンでは初級の画面が88から99に変更されている。これはおそらく以前の大きさでは。 初級と中級が地雷をクリックする確率が同じだったからであろう。実際のところ、最初に開けた1マスは必ず地雷ではないとした場合、古い初級のゲームは中級と比べランダムな一つの動きで地雷に当たってしまう確率がほんの少し多くなってしまっていた。しかしながら、地雷に当たる確率は総合的にあまりなく1か8かの選択状態になる確率もごく小さい、ため、 初級のゲームは、なお優しかった。あるいは、今の9級の初級の画面では開けられたマスと、開けられていないマスの境界が、数字の入ったマスだけで一列並ぶように現れた場合、開けられていない側の境界の一列は1か8かで、開けなくても解けるようになるためであるとも考えられる。新しい Windows のバージョンではコントロールも改良されたため、9つのマスの幅が、タイトルや、 特典のバーと同じになるように変更できるようになったのである。サウンド機能は Windows メまで正式には実装されていなかったが Winmin.ini という ini ファイルにサウンドイコール3と書くことでビープ音によってゲームオーバーやゲームクリアを表現できた。ビープ音であれば音源を搭載していない PC 環境でも可能だった反面、 音量調節やミュートが効かなかった。ただし機種によっては、Windows 起動後のビープ音量が PC スピーカーなどの名称でサウンドミキサーの管理下に置かれていてミュート可能な場合もある。Windows では基本的に PCM 音源を想定していることから GUI 起動後はデフォルトでビープ音量が0に設定されているケースもあり、必ずしも INI ファイルをいじっただけで、 高果音が鳴るとは限らなかった。Windows 2000以降からは通常の PCM 音源が使われている。Windows Vista Windows 7では今までグレーだった盤面が 3D 化されてカラフルなものとなりサウンドも追加一新され地雷を踏むと爆発とともに周囲に次々誘爆するアニメーションが追加されている。失敗すると同じ地雷の配列で再プレイも可能になった。 また、地雷でなく花に変えることが可能となっている。さらに、最初にクリックしたマスが必ず空白のマスになる、仕様になった。ただし、ウィンドウリセットボタンが廃止されたため、新規にゲームを始める場合は、メニューから選ぶか、ショートカットキーを用いる必要がある。Windows 8からは、標準では搭載されず、前述の通りストア,アプリで、ダウンロード提供となった。 シェアなどインターネットを使うことで便利なツールも搭載された。シェアするにはマイクロソフトアカウントが必要。2003年、マイクロソフトは MSN メッセンジャーでマインスイーパーフラッグスという新しいゲームを提供した。このゲームは対戦式で目的は地雷の周囲ではなく地雷の位置をクリックして地雷を見つけることである。 先に26個の地雷を発見した方が勝ちとなる。イースターエッグ特定のコマンドを入力することで、プレイを有利に進められる。KDE プロジェクトによるものとして、k a d Games に含まれる、クミンズがある。GNOME プロジェクトによるものとして、マインズがある。日本では、マインス e ーパー総改定というタイトルで、パックインビデオより発売された。 Windows のバージョンの上級において、Windows 2000での85秒未満は素晴らしいタイムだと考えられている。中級の公式記録は9秒であり、88の初級では1秒である。上級の公式記録は33秒である。多くの人が自分のハイスコアの画像や動画を発表している。中級の世界記録は9秒、上級の世界記録は32秒ということになっている。 ありがとうございます。